ったく世話が焼ける。ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所にいようあれ。今から伝えるのは最後の船長命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。最後ってちょっと待てよ親父、縁起でもねえ。一緒に新世界へ帰るんだろう。親父、お前らと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。ほら、時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。やだ親父。船長命令だ、行くんだよ。ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。おやじ、エース行こう。おっさんの覚悟が。分かってる、無駄にはしねえ。白ひげを討ち取れ。一つ聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。ラララララララ何という失態だ。奴らを逃がしてはならんぞ。エースさん、ルフィ君、船へ走れ。お前さんたちは狙われとる。おっと、簡単には逃がさねえよ。塞いじまうのが早いか。違う。氷？俺の炎で溶かしてやる。おっとっと。アイスブロック。パルチザン。ナイス。逃がさねえと言ったはずだ。覚悟いいな。覚悟しよう。親父を置いていくなって嫌だ。急げ。親父の言う通りにするんだよい。
あらら、やってくれる。助かったと思ったか。ここがお前たちの処刑場だ。これで決める。戦場ふっ、すごい。エース、行こう。おっさんの覚悟を無駄にはできねえ。剣と麦わらを処刑しろ。ここまでだ。観念しろ。強くなってない。いつかエースも超えてみせるさ。じゃあまだ今は俺が守ろう。覚悟を今。カーン！はっ！俺決める。海賊どもを取れろ。誰一人逃がすな。エースが解放されや、あとは海軍を食い止めるだけだ。仕方ねえな。一つに避けただと。白ひげ、まだこんな力を。奴は本気でこのマリンポードを海に沈めるつもりだ。俺の命と一緒にな。俺で決める。おっと、危ないじゃないの。エースを解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊だ。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。敗北者、取り消せよ今の言葉。気が空いてじゃ凍らねえな。お前も燃えねえんだ。お互い様だろ。大将二人相手のこの状況、そろそろ諦めちゃどうだ。
で決める。くれたんだ。お前に親父の偉大さの何が分かる。決める。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。危ない。火山爆発。まあいい、泥道逃げられねえよ。敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ゴギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火。私は火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは
恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。まだ息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ、エースを助けてくれ。無駄だ、自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよ、ルフィ。何言ってんだ、エース。死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ、心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ、ルフィ。俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。やるな。